医療機関のお役立ち情報をお伝えするウェブリーチャンネルへようこそ。こんにちは、川村慎也です。以前ですね、音声入力で患者さんとの会話をですね、 SOAP 形式で、カルテにですね記載できるようなツールとしてですね、カナタ株式会社のカナボーというサービス、ご紹介をいたしました。これがですね、以前ご紹介した時より結構進化してますので、今回は実際に使っているクリニックさんにお邪魔をして、先生と患者さんとのやり取りをですね、リアルで分かるような感じで動画にしております。実際はですね、患者さんというよりは先生役は先生なんですけれども、患者さん役は私ということで、動画を撮っております。もうですね、医療 DX、 それから AI っていう観点でもですね、診療効率を上げるためにどう使っていくか、その中で私もすごく期待してるんですけれども、カルテの記載をどう効率化するかというところは結構注目になってるかなというふうに思います。そういった意味では AI を使って音声を分析して、それをカルテの形式にするというところの、このカナボーというツールは結構使えるんじゃないかなというふうに思っております。で、取材させていただいたのはですね、福岡県にあります楠本内科医院さんというところでして、約1年ほどカナボーを使ってらっしゃるクリニックさんになります。で、最初に申し上げてしまうとですね、使い方を医院でしっかり決めれば結構使えると言いますか、欠かせないツールになるんじゃないかなと思いまして、ちょっとお伝えしたいなという感じですけれども、早速ですね、どういうふうに使ってるかというのを見ていただいてですね、最後に使い方ですとか、どういう機材を使っているのかというところも含めて私がまとめますので、ぜひ最後までご覧いただければというふうに思います。それではどうぞ。はい、今私ですね、福岡県にあります楠本内科医院さんにお邪魔をしておりまして、お隣にいらっしゃるのが院長先生になります。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。この院がまずどんな院かというのをご説明していただいてよろしいですか。はい、当院は、福岡県の音楽水巻町というところにあります。比較的その都心部ではなくてですね、ちょっと郊外にある若干田舎な方にあってですね、人口が3万人弱、ちょっと高齢化が進んできているというところにあります。私の祖父が、この水巻町に、開業して、トータルでいくと今年76年になります。おー、なるほど。で、私が先代の父から引き継いだのが7年前、2016年の5月にこの今のあるクリニックを引き継いで、3代目としてさせてもらっております。なるほど。じゃあ地元ではもうここが老舗のクリニックというか、ある程度も知られたような地域の中ではクリニックさんだというところですね。で、今日はカナボーというソフトで、医院の効率化というところにこうスポットをこう当てていこうと思うんですけれども、実際どういうふうに活用しているかっていうのを最初にご覧いただいて、その後なぜこれを入れたのかっていうところにこう迫っていこうと思いますので、まずはですね、診察のデモンストレーションの方からご覧いただきたいと思います。どうぞ。はい、それではデモのところからちょっと先生と一緒にやっていこうと思うんですけれども、私患者さん役で、先生はもちろん先生役ということでやるんですけれども、今映っているのがカナボーの画面ですけれども、私患者さんとして入ってきますの時にはもうこれが用意されているという感じなんですか。もう一応この画面を立ち上げて、私はここでスタートボタンを押しておきますと。なるほど。じゃあこれでもうすでに録音が始まっているということになりますので、でその状態で看護師が患者さんを呼び込むということになります。なるほど。もうなんか動き始めましたけれども、先生がボタンを押すタイミングは患者さんが入ってくる前でも押しているという感じなんですね。でその後に、裏側で、電子カルテを立ち上げて、実際は僕はこの電子カルテの方を操作しているということで、もう裏側で金棒を動かしているということになります。なるほど、なるほど。じゃあ患者さんは金棒が見えない感じでやり取りができるということですね。気づいてないと思います。はい、先生、マイクとか音声を拾うのはどこでどんな感じでやってるんでしょうか。私の方はこのアミボイスというマイクを使ってまして、これを大体胸のポケットのところに入れてます。ここから声が入るということになってます。で、患者さんは FR10 というですね、指向性の高いマイクということで、この黄色のマークがついているところから患者さんの方だけの声を拾うということになってますので、患者さんの声と私の声を完全に分離して分けてくれるということになってます。なるほど。この黄色い方向に向いている音声を拾ってくれるようなマイクということなんですか。そうです。今青いところが、喋ったら青いのがつくんです。これはここちゃんと拾ってますよっていう、
マークになってます。確かに先生が喋ったら青いマークつかないけど、僕が喋るとこんな感じで青いマークがつく、はい、基本的に私の声は拾わないようになってます。これちなみに先生マイクこれおいくらぐらいなんですか？これ結構高くて5万円ちょっとしたと思います。なるほどなるほど。でもやっぱりマイクはいいものの方がいいなという感じなんですね。そうですね、完全に分かれた方がいいということで、これはまあカナボの会社さんのおすすめだったので、はい、まあ、いろんなものを私も使わせてもらって、ここの通常の、はい、ウェブでよく使うようなやつでも最初やってたりとかいろいろしたんですけど、はい、やっぱり完全に分かれた方がより精度が高いということで、まあ、少しお金払ってでも準備しようかなということで今の体制になってます。なるほど、ありがとうございます。そしたら早速ちょっと診察デモの方行こうかなと思うんですけれども、じゃあ私が入ってきました、はいはい、お願いします、はい、よろしくお願いします、はい、川村さん今日はどうされましたか？今日はですね、コロナに2週間くらい前ですかね、かかってから別のクリニックさんにかかって、コロナ自体は収まって今陰性なんですけど、咳がずっとこう続いている感じになってですね、で昨日コロナ見てもらったクリニックさんに行ったんですけれども、なんかちょっと曖昧というかあやふやというかちょっとよくわからないねみたいな感じで来ましたので、ちょっと別の医院でも調べてもらいたいなと思って今日ここに、はい、来てます。ありがとうございます。コロナ後の確かに咳とか痰が続くという方非常に最近増えてますので、皆さんやっぱり肺炎が怖いということが多いと思いますので、ちょっと念のためレントゲンを取ってですね調べてみましょう。ちょっと準備しますので、はい、一応また廊下の方でお待ちください。はい、でここで一度診察を切ります。でまあここから検査があってという感じでですね、じゃあ一度またここから再度入ってきてもらったということで、はい、もう一度カナボを再開します。はい、川野さん一応レントゲンを取ったんですけど、はい、肺炎の所見はなさそうでした。だとすると何なんですかね。やっぱり感冒後のですね慢性の外傷ということの可能性が一番高いかなと思います。で、喘息とかですね、もともと気用がある人とか、はい、そういった方もやっぱり咳が続きやすいということはありますので、現状ではそんなに心配するような感じではないと思います。はいはいはい、まあ、2、3ヶ月ですね、そういった症状が続く人 2,3 ヶ月、はい、結構多いというふうには伺ってますけど、はい、まあ、少し徐々に良くなってくるものかなと思いますし、うん、現状前の先生からですね出されたお薬でいいんじゃないかなと思ってますので、なるほど、はい、まあ、もうしばらくそれで様子見られて、まあ、それでも改善しないという時は松田来られてください。なるほど。これ例えば夜だけ辛い咳がこう出たりもするんですけれども、はいはい、まあ、それもやっぱり続くかもしれないという感じですかね。そうですね、その可能性はありますね。少しじゃあ夜だけであればですね、はい、寝る前にですね少し喘息とかアレルギーを抑えるようなお薬もありますので、はい、そのお薬だけ今回追加してみましょうかね。あ、お願いします。じゃあ1週間ほど出してみますので、はい、それで自然に良くなればですねそう心配ないと思いますし、まあ、少しずつでも良くなってですねもうまた続けたいということであればまた LINE されてください。はい、ありがとうございます。はい、では終わります、まあ、今ずっと金棒の画面を出してもらってましたけど今、まあ、処理中となってますけれども、これがカルテ状になるような形ということなんですね。そうですね、まあ、簡易的に今カルテをカルテコピーというところを押すとですね、はい、簡単なカルテ今コピーしました。でこれが電子カルテに今貼り付けます。今こんな感じで要約されてます ね。今話した感じのやつがまあ簡単にまとまってるということでありますので、はい、ちょっとこう文字がおかしいなとか言ったところはありますので、はい、そういったところは少し消してですね、うんうん、いらないところは消したり追加したりして修正すると、はい、で私はこれをそのまま保存します。なるほど。もう一つ当院がですねこれを実際カルテを今編集してここにまあデモと入ってるんですけど、はいはい、時間が経つとですねここにこうステータスで星マークっていうのが上がってきます、はい、となると今のがさらにこう詳細にですね解析をされて間違いが結構修正された状態で入ってきますので。そうなんですね、はい、これ第2弾がじゃあある感じなんですね、はい、簡易的なまずカルテと、はい、もっとびっしりと書かれたカルテっていう感じで、はい、私のところは基本的にはこの星マークができるのを待ってですね、はい、これが結構早く30分ぐらいでアップされる時もあるし半日ぐらいかかってアップされる時もある。なるほど、はい、まあ、そこはもうなんか AI の関係か込み具合かちょっとわからないんですけど、はい、後で出来上がったのを確認して看護師がカルテに貼り付けるなるほどっていう作業をしてますね。でもさっき
結構僕話した記憶があるんですけれども、はい、それでもまあ間違ってるところはあれど、まあ、まとまってるなという感じはありますよね。まあ、今ので、はい、まあ、十分簡単なカルテとしてはですね、まとまってるんじゃないかなと思いますね。はい、まあ、先生があそこに星マークがついたらそれも確認をして、もしくは看護師さんが確認をして、まあ、差し替え直すみたいな感じなんですね。はい、うちはこう入れたらですね、ちょっとカルテ上の工夫でこう入れましたって言ったら、ここにちょっと赤文字で修正してですね、はい、まあ、これがちゃんと、はい、修正されたカルテですよっていうのを分かるようにして、はい、で次回来た時はこれを確認したら前回こんな話をしてましたねっていうのもあるし、それでもなんかちょっと怪しいなとかいう時はですね、これをもう一度この診察ログを開いて、はい、録音のとこを押すと、お、今話した会話が全部入ってますので、はい、ここでもう一度聞き直すっていうこともできます。これ 1.0 とかなってますけど、これ倍速とかで聞けるってことですよね。これそうですね、結構録音されてるっていうので、後でやっぱ聞き直しができるっていうのはすごくいいかなと思いますし、はいはい、患者さんから問い合わせの電話が入ってきた時に、うん、まあ、担当医が不在とかいう時に取った看護師が聞き直して、あ、こういうお話されてますよとか、お薬こんな風に説明されてますよみたいなこともありますので、まあ、そういった意味ではもうこの録音で、はい、まあ、いろんな話をまあ振り返ってですね、はい、まあ、ミスを減らすとか、まあ、クレーム対応にもつながるんじゃないかなと思いますので、はいはいはい、まあ、でもこれはもう文字だけ見て、ああこうだったんだなって確認もできるし、まあ、音声を聞いて確認もできるしという、ですね、両方、はい、ここだけでこうすると、ここだけの文字をクリックすると、ここの分話だけがこう、はい、再生されます。薬のこととかの問い合わせとかですね、はい、先生からこう言われたんですけどって言って、でもちょっと聞き間違えてるとかですね、なるほどなるほど、後で出しといてって言ったのに出されてないってけどそんなこと言ったかなってあるんですけど、はいはいはい、実際言ってませんよねっていうのもここで確認して、ね、分かるわけですね、全部こう実は録音してますよって話をしたら、患者さんが、はい、あ、そしたらいいですみたいな感じでこちらのミスもですね、これで気づくということもありますので、まあ、本当に正しい診療のエビデンスになるというところですよ ね、 ですね。そしたらもう一回また違う感じのちょっとデモをしてみようかなと思うんですけれども、はいはい、次は慢性疾患の患者さんをちょっと想定してやってみようかなと思います。はい、もう一度スタートします。はい、はいはい、お願いします。こんにちは、神村さん、今日はどうされましたか？はい、まあ、いつもの血圧のところで、まあ、ご報告に参ったというか、はい、昨日はですね、上が165っていう感じで、今朝が180で、昼は170ぐらいっていうのが今っていう感じですね。ただ、まあ、時々ふらつくようなことはあるんですけれども、現状維持っていうことではいい感じではないかなとは思ってます。なんかその血圧がちょっと上がるような要因とか何か自分であると思いますか？いやー、ちょっとわからないんですけれども、塩分の取りすぎは控えたいなと思って、まあ、頑張っていたりとか、あとなるべく外食をしないでっていうところも先生から言われて控えてはいるんですけれども、はいはい、ただちょっと私 YouTube 見て、塩分はある程度取らないとなんか逆にダメだよっていう情報も見たんですけど、どっちが正しいのかなっていうところもちょっと思ってて、ちょっと今日はそれも聞きたかったなという感じでした。もともと川村さんも血圧が少し高くてですね、はい、まあ、お薬もちょっと飲まれてるっていう状況なので、よく皆さん間違われるのが、夏場の熱中症予防で塩分取りましょうと言われるんですけど、まあ、通常ですね、普通に室内で作業している方とかはですね、やっぱそれ汗もかかないしですね、それで塩分を取ってしまうと逆に塩分負荷になってしまって血圧が上がるということもありますし、本当にものすごく暑いですね、ビニールハウスでこう仕事するとかですね、そういった場合は別ですけど、そこまでない方はですね、やっぱり通常通りの減塩を夏場もした方がですね、いいと思いますし、今本当に心がけてる、もともとやられてる減塩をやられれば大丈夫かと思います。なるほど。まあ、体重もちょっと減り気味でいい形かなと思うんですけど、ちょっとやっぱりでも運動が私ちょっと苦手というか、はいはい、まあ、どうしても車生活でなかなか運動するっていう感じにならないので、やっぱり運動はしないとダメなんですかね？やっぱり運動するに越したことはないですね、はい、で、まあ、まず基本的な食生活ですね、減塩をやっぱりしっかりするとか、はい、まあ、例えば麺類をですね、
うどんとかラーメンとかそういうのを控える、なるほど、汁を飲まないとかですね、はい、で例えばコンビニの弁当が多いとかであれば先にあのサラダを一緒につけるとかで食事をちょっと改善するっていうのが一つと、あとはまあ運動がなかなかできないのであれば普段の生活でなるべく階段とかを使って、うん、はい、まあ、エレベーターエスカレーターは極力使えませんとか、なるほど、まあ、歩数を少しでも伸ばせるようなですねことを意識されたらいいんじゃないかと思います、はい、体重はもうちょっと減らした方がいい感じなんですか ね今の身長体重のバランスでいくとあと3キロぐらい落としてもいいんじゃないかなと思います、ね、3キロか、まあ、でもあと一声って感じなんで、はい、頑張ってみます、まあ、やっぱり少しずつですね、はい、まだ長く見ていかないといけないんで、急に頑張りすぎるとですねやっぱりリバウンドしちゃうっていうのがあるんで、本当に半年1年かけながらぐらいのペースでゆっくりでいいので、本当に少しずつやられてください。はい、ありがとうございます。結構長く喋ったバージョンにしたんですけれども、ね、はい、どこまでこれがちゃんとやってくれるかっていうのはですね、僕もちょっと不安ではあるんですけどあ、コピー、はい、されましたね。ちょっと上書きをするような感じ。これはちょっと長く喋りすぎたかもしれないですね。この感じでいくと、はい、合ってるところとですね、うん、ちょっとまあどうかなって言ったところがありますので、はい、ここもまあ使えるところはまあ使ってもらうっていう形に、うんうんうん、まあ、するしかないかなと。私の場合、まあ、このぐらいの精度の時は僕はもう一旦これは使わずに、これでここに解析の星マークが出るのをもう待つ、うんうんうん、じゃあ診察終わってカルテのところが真っ白になってるってこともあり得るってことなんですね。だいたいその今までの、まあ、病歴のまとめみたいな、はい、僕は上の方に入れてたり、はい、検査のデータとか入れてあるんで、はい、そこだけ残して、はいはい、今日の所見のところは、まあ、あえて何も入れてなくて、はいはい、で、まあ、看護師はその問診のところに、はい、ちょっと何かこう必要な今日何の検査をしましたとかいうとこだけ事務の確認するところだけを少し入れてもらって、なるほど、はい、で作業するのはここで処方とか、そうですね、はい、あの検査のオーダーだけを、まあ、その時に出すっていう形になりますので、はい、なるほど、ほとんどここの濁用紙の部分っていうのはもうほぼ触らないっていうことになります、はい、そうするとだいつの時点で今入れてるようなところが多いですか。大体午前中の診察が終わったら、まあ、例えば看護師がお昼休みとかに解析見ててできてたらその間に、なるほど、まあ、いろんなパソコンがいっぱいあるのでどのパソコンを使っても見れますので、はい、いやみんなが入れていったらこのステータスは先ほどのができましたね。おちょっとそれ見てみましょうか。さっき僕が第1段目でやった方に星マークが、はい、診察ログで10分ぐらいですかね、はい、結構おすごい長い状態で、これをですね、はい、一旦ここからこうするとソープになってますので、あ全然クオリティが違いますね。これをコピーしてここに貼り付けます。なるほど。あじゃあこう貼り付けたらこれを赤文字に変えて、はい、保存すると、はい、今パッと見で見るとほぼ合ってますね。ほぼこれかなっていう形、ほとんど違和感なく入っているので、すごい、もうこの精度であれば、はいはい、もう次の診察の時に前回こういう話をしましたよね、はい、っていうのがもう完全に分かるので、はい、もうこれ完全に信用していいと思います。すごいすごい、なるほど。なので、まあ、僕はどっちかというとこの詳細な解析をもう出来上がるのを待って貼った方が、うん、はい、まあ、よりいいんじゃないかなと。まあ、少しただその金額的なところが上がってくるっていうので、そこはまあ医院各クリニックがどういう使い方をしたいのかっていうところで選ばれたらいいし、はい、録音だけの聞き返しだけで自分たちで打つよとか、考えようによっては後でそのクラークするような人たちがみんなで聞きながらまとめて打ってもらうとかいうこともできるしですね、忙しい部分だけは取っておくとか、はい、うちは基本的に前例取るようにしてるんですけど、はいはいはい、まあ、前例取らなくて普段の簡単な人は取らないけど、うん、この人ちょっと話が長いよねっていう人は必ず取るとか、まあ、そういう工夫もできるんじゃないかなと思う。確かに先生、あのクラークができるように、まあ、後ろにもあのモニターと、はい、キーボードがあるんですけれども、はい、あちらとこの金棒の使い分けみたいなってあるんですか。基本的にはですね、一度そのもともと金棒を入れたきっかけっていうのは、はいはい、僕がもともと高電子カルテを入れてですね、診察するスタイルにどうしても慣れませんって聞き込みが入って、はいはい、それはもう電子カルテあるあるなんですけど、ね、そこなんとかしないといけないなっていったところで、まあ、看護師をまず横でクラークで代行入力してくれって急遽頼んだんですね、はいはい、でやっぱパソコンが得意な人とそうじゃない人がいるので、うん、まずすぐできるかとかまあその日もうコロナも流行ってる時期で急に休む人もいるし、それに代行
稿入力もさせないといけないっていう、かなりみんなストレスになっちゃったっていうのもあるし、はいはい、まあ、出来上がった内容が、まあ、先ほどみたいに話が長い人をどうまとめるかっていうのが結構難しくて、うん、はい、確かにこんだけ話したのに入った内容これだけみたいなちょっとがっかりするけどこちらも言えないよねって言ったところがあって、はい、でなんかいい手がないかなって探してた時にこのカナボーの、はい、それこそウェブリチャンネルにも一度特集もありました、ありましたね、はい、他の雑誌も見てちょっと使ってみようかなっていうことで使わせてもらって、でその子の解析見た時にこれすごい使えるなというのと、はい、まあ、クラークやってた看護師たちも実際この解析の精度を見てもう全然こっちの方がいいですよねっていう形で、はい、本当にもう人がいらなくなっちゃったっていう感じなんですね、はい、すごく良かったなっていうのもあるし、まあ、医者がうち、まあ、3人とか4人同時に診察しますので、まあ、1人につき1人クラークをつけるってことはまず無理です。確かに。でこの金棒であればそれぞれの端末で録音してもらえばいいので、後でゆっくり解析を待つっていうことで人材不足な時には何の問題もないし、あとまあ医者によってカルテのこう書き方が違うとか、前回の全部コピペせずに今回のだけを使う先生もいれば、前回のプラス今回のどんどん追加してどんどん長くなっていく先生もいて、どこが最終的なのかちょっとわからない。で自分がたまたまその次に患者さんを違う人を見た時に、前回こう書いてあるんだけど前々回も同じことちょっと書いてあって、なるほど、最終的にどこが一番最後に言ったことなんだろうわからないなって言った時に、このカーナボーが貼ってあって色が変えてあればこれが最後に言ったことなんだっていうのが分かるので、はいはいはい、まあ、人が医者が変わってもですね、まあ、最終的にまあ間違いないし、はい、録音も聞けるから困った時にいつでもちょっと聞いてから診察に呼び込むとかいうこともできるな。そうか、ドクターがたくさんいる場合は金棒で録音してあるものもまあ聞けるし、それでまとまったものでカルテを書けば、まあ、統一感のあるカルテになるっていう感じですよね。先生のところ在宅もやられているということなんですけれども、はいはい、在宅にもこの金棒活躍しそうな感じだと聞いてるんですけれども、うん、そうですね、最近できたのがですね、このスマホ用のアプリが本当につい最近できたということで、はい、急遽使わせてもらってるんですけど、ここにこの金棒の、はい、アイコンがあります、ね、アイコンがあって、はい、でこれ患者さんの自宅に持って行って、はい、診察する前にこれで診察開始を押しますと、はい、そしたらもうこれで始まってるんですね。始まってて、なるほど、もう単純にここでどうですかっていう話をさせてもらったら、はい、まあ、僕の会話と患者さんの会話が勝手に分離されて出てくるっていうシステムになってるという、はい、なるほど。私伺ってたんですけど、これ在宅だと患者さんと先生だけじゃなくって、はい、家族が話すっていうのもあって、はい、それも割と聞き取れたりする機能もあるという、例えばカンファの時、はいはいはい、みんなで集まる、はい、カンファが結構在宅であるので、はい、そういった時にこれを真ん中に置いて、対患者用じゃなくて、はい、会議の議事録的なところ、はい、ところでもちゃんとこう文字起こしができて分かれてくれて、それがある程度の精度が保たれとけばものすごくいいなと思うんですよね。でそこはまだちょっと今検証できてないっていうところもありますけど、うん、はいはい、そうなってほしいといったところもあるし、まあ、議事録が例えばちょっと難しいにしてもですね、カンファに参加できないスタッフとかいるので、はい、どんな話したんですかとか言った時に、うんうんうん、撮ってるから後で聞いていいよって言えばですね、みんなどこでもまあ結構シビアな話を在宅でしますので、確かに、はい、その話を内容をきっちり聞いてちゃんと落とし込まないとなんか変なこと言えないっていうのもあるので、後でちゃんと聞いといてねってすれば、それを聞いた上で次訪問に行きますっていうことができるので、はい、そういった意味では非常にいいんじゃないかなと。この録音したものはいつの段階で運用にしようかなというところで、今の会話をちょっと撮ってたんですけど、はい、ここでじゃあストップしますと、はい、で名前をデモ3でこれで一旦保存をしますと、はいはい、そしたらです、多分クラウド上でこれをアップされて、多分アップロード待ちとかに、はいはいはい、今は多分もうアップされたみたいですね。うん、なるほど。で通常はネットがつながってない家でも、はい、一旦これの中に保存しといて、はいはい、院内に戻ってきてネット環境に入ってくれば自動的にアップされるっていうみたいなんで、はい、結構確かにネットの通信環境悪い患者さんの時にどうするんかなっていう、確かに、はい、それも問題ないっていうことが分かりました、ね、はい、なるほど。じゃあ院内に戻ってきて、まあ、カルテに入れるみたいな、そうですね、そういう形で運用してるんですかね、はい、で多分それが今多分ここにもうデモ3っていう方が上がってきて、はい、
まあ、ここなんか書き起こし中って今なってるんで。なるほど、今クラウド上で頑張ってるんですね。はいはい、なんかしてくれてるんだと思うんですよ、はい、なるほどなるほど。あ、そうか、ここにじゃあもう一括して先生の外来で取ったやつも、アカウントで入ったやつは全部僕のところに入ってるんで、まあ、各担当医ごとのアカウントを作れるので。なるほど。でもこれがあとは出来上がるのを待つと。いうこと。確かに在宅の時に手元がフリーだと嬉しいですよね。でその記録の時もなんかまあ車に戻って記録する方もいらっしゃいますけれども、結構先生のところたくさん在宅もやってるんで、はい、やっぱ書く時間を削るっていうのは結構大きいですよね、はい。うん、まあ、ノートパソコンを持って行って家ではこう打つんですけど、ね、はい、やっぱりそこの会話入れながらだと、やっぱ在宅でもやっぱり良くないので、はい、やっぱ家でこうしっかり向き合って話すっていうのがやっぱり一番必要かなと思うので、うん、本当にパソコンを作業するのはもう処方の調整のとこだけみたいな感じです、はい。今デモを、まあ、見させていただいたんですけれども、先生が使ってらっしゃるのは、まあ、すぐに簡易的なものが出て、でそれから詳細な分析 AI が分析したものが、まあ、先ほど10分ぐらい経ったらでこう出てきた感じですけれども、ある程度こう時間をかけて解析したものが出るようなプランをこう使われているというところですけれども、先生いろいろこう、まあ、診察の工夫みたいなところとかも、まあ、されてるんですけれども、なんで音声の入力のところを使おうかなって思ったきっかけのところからちょっと聞いてもいいですかね。一番は患者さんからのクレームが始まりですね。クレームからだったんですね、はい。口コミですね、はい、口コミであの院長のあのパソコンを見てあの診察するスタイルになれませんという口コミが入って、はい、でそれがちょっとやっぱり、まあ、ショックではあるけど、それは電子カルテ使っているとどこも思われることだなと思いましたので、はい、まあ、じゃあどう対応しようかといったところで、まあ、最初はあの看護師をクラークにして、はいはい、まあ、代行入力っていうのを始めたんですけど、はい、まあ、どうしてもなかなかいきなりパソコンでちゃんとカルテ打ってくれって言われても、はい、まあ、負担もかかるし、やっぱりパソコン自体が得意じゃないスタッフもいますし、まあ、年配の人にはちょっと頼みにくいとかですね、うん、まあ、いろんな問題があってですね、そこにまたコロナも入ってきて、まあ、ただでさえ忙しいのに代行入力で人が取られてしまうっていうのは、まあ、確かにちょっと問題があるなといったところで、何かこう他に変わるものがないかなっていう探してたところにこのかなぼさんを見つけました。はい、ちなみに電子カルテはいつから入れられてる感じなんですか。電子カルテは私が3代目で、ここ引き継いでからすぐに入れました。なるほど。じゃあ先代から見ている方は要するにこういう診療に慣れてらっしゃるから、で若先生が帰ってきたらいきなりパソコンに向かい出したぞみたいな感じになったかもしれないと。その可能性はありますね。なるほどなるほど。でそれを打開すべくカナボーということだったんですけれども、カナボーも言うなればまだサービスの初期段階を経たぐらいに利用し始めたのかなという感じだったんですけれども、どうだったんですかね、導入した時ぐらいは、あ、これでも使えるなっていう感じでずっと使ってる感じだったんですかね。最初の1ヶ月ぐらいはですね、多分その AI にこういろんな僕の特徴とかを覚え込ませてるのかもしれないんですけど、はい、なんか出来上がったものを当てにしないでくださいって言われてたんです、はい、そうなんですね、はい、であとうちでよくその単語の辞書登録みたいなところがあって、はいはい、なんとか病院って言ったら漢字だとこの病院だよとか、はい、うちがよく連携してるとか、僕がよく使う薬の名前とかを先にこう辞書に登録をさせてもらって、でやっぱりこう作り込んでいく作業っていうのが必要だったみたい で、1ヶ月ぐらいそれをやって、今度からじゃあ詳細な解析が出せるようになりましたって言って、それを見た時に、あ、もうこれすごいなっていう解析になったので。なるほどなるほどなるほど。じゃあもう最初からお、これは使えそうだなっていうことでずっとこう使ってるような形なんですね。そうです、その解析が出来上がってからですね、はいはいはい、詳細な解析ができる前は、まあ、ちょっとあまりこうまだまだかなって。なるほど。ただ AI でこうアップデートされていくっていうのには期待はしながら、はい、とにかく使わないとやっぱり覚えることが重要なのかなっていうので、はい、まあ、諦めずにひたすらどんどん使っていきました。なるほど。そうすると、まあ、これはプランによるということだったんですけれども、そのある程度その AI がこうじっくり会話の内容を分析してアウトプットされた結果を見て、おこれはいけるぞという感じだったということなんですね。で、今の使い方は先ほどの多分デモしたような形でお使いしているということなんですけれども、全ての患者さんでもうあのような形で録音しているような形ですか。当院では基本的に、まあ、全ての人に使うようにということで、まあ、みんなにですね、はい、まあ、医者が4人いるんですけど、はい、まあ、それぞれこう
診察の仕方も違うし、はい、予約制にはしてるんですけど、予約外で急に来られたりとか、担当医が変わるっていうこともあるので、はい、その時に前回どういう話をしたかっていうのをしっかりとやっぱり聞き取っておけば、後で見返せるのでですね。なるほど、まあ、カルテだけを見た時にどうしても担当医の時、前回本当にこれ言ったのかがちょっと分かんないなとか言った時のことがあるので、まあ、金棒をですね、実際確認した、こういう話を前回してるんだなっていったところでもう一度確認して診察に臨むということがいいかなと。はい、先代は、まあ、先ほど聞く限りだと、まあ、電子カルテではなかった時代の、まあ、診療されてて、はい、そうすると金棒を入れる前はクラークさんが打ち込んでた形なんですかね。先代は電子カルテはあるけど紙カルテにまず書いて、なるほど、でそれを患者さんが帰った後に電子カルテに打ち直して、はいはい、だからまあ倍時間がかかるんですけど、はい、患者さん自体の人数はそう多くないので、まあ、大体ゆっくり見て終わった後の空き時間で打ち込んで帰るという感じでした、ね、で今は金棒を使ってるということなんですかね。はい、今基本的にもちゃんと取っといてねっていうんで、先代はまあ、今でもですね、そのスタイル自体は変えてないと思う。なるほど、はいはい、でもそれはもう長年のスタイルなので、なるほど、全然それでよくて、はい、ただ僕らはカノボでちゃんと言ったこととか本当に確認したい時に使えるからっていうことで入れてもらってます。あ、そうかそうか、記録として残すという意味合いが強いような使い方もされているというか、はい、録音がちゃんと入っているので、はいはい、カルテにちょっと書き間違ってるとか言い間違ってないかなというのをちゃんと確認できる。なるほど、はい、まあ、そうすると、まあ、例えば A ドクターが見ても B ドクターが前のものを見れるというかですね、まあ、先生が確認できるとか、スタッフさんが確認できるっていう体制がもう整った状態が、まあ、金棒を使ってできているということなんですよね。よくあるのが、まあ、患者さんからの問い合わせの電話で、はいはいはい、先ほど診察終わってこの薬が出たんですけど、なんか間違ってないですかとか、なるほど、こんなのいるとかありましたかねとか、はい、この薬がいるって言ったのに入ってなかったんですよとかいう話があるけど、そこをちゃんと、もう一度会話を聞き流して、さっきはこういう話してますよ、わざわざ担当医に聞かなくて、確かにそのスタッフとか事務でもですね、はい、聞き直して、まあ、先ほどこんな話されてますよって話をすれば患者さん納得されますのでね。その担当医じゃないとできないってことがなくなるって、これだけでも結構効率化になりますよね。データがクラウド上にあるんで、どこのパソコンからでも確かに聞けるっていうのがやっぱりいいのかなって、はい、まあ、うちだったら本当にパソコンが至るところに置いてあって、どこからでもみんな聞き直していいよっていう形ができますので、はい、マイクなども工夫してしっかりこう会話を漏らさないようにもしているということなんですけれども、結構ツールはいろいろ試された感じですか。そうですね、マイクも、まあ、最終的には、まあ、カノさんからお勧めいただいたものを使って、その前は本当にこうマスク型のシーフェイスっていうですね、はい、やつもおすすめされると、ちょっとこう息苦しい感じがするとか、今そのコロナの時はマスクをしてるからいいけど、今からこうマスクを外そうという時にずっとマスクしてしないといけないとかいうのもなんかどうなのかな。なるほど、まあ、もちろん今は審査中はしてるんですけど、はい、あとこういうピンマイク型ですね、はい、こういうピンマイクをここにするっていうのをやってみたり、はいはい、ヘッドセットでこう、あ、いろいろ本当にやって、はい、いろいろ試して、ここにたどり着いた感じなんですね。どれが一番ですかって話を聞いたら、はい、先ほどのアミボイスのやつが一番いいっていうことだったので、はい、じゃあそれを使いましょうということで今やってます。はい、ありました。一応使ってるものは概要欄からそのアドレスで行けるようにはしとこうかなと思うんですけれども、まあ、その音声をしっかりこう取るための工夫もやって今お使いいただいているという形になってます。今日は金棒のところでお伺いしたんですけれども、実はこれだけじゃなくていろんなところを DX 化で工夫してるなということが、この院に来た時から駐車場にQR コードがバーッとこう並べて、写真ちょっとこの辺で見られるようにしておきますけれども、なんかそういった工夫もされているような形なんですけど、はい、QR コードって何になるんですか。これはですね、まあ、駐車場から受付ができるっていう QR コードで、はい、例えば9時半に予約している人が9時ちょっと早めに着いてしまいましたって言った時に、9時半の方が9時ぐらいに院内に入ってこられると、どうしても院内が混んでしまうっていうことがあるので、はいはい、それの方は先に駐車場から QR コードで受付をして、で9時半になったら入ってきてくださいよ。それでわざわざ名前を書きに来なくてもいいし、はい、まあ、そこでちゃんと受付が終わっているので患者さんももうゆっくり待てるということで、非常に便利です、はい、そうかそうか、この辺はもう車社会なので、車を一つの待合室と取ってそこで待ってもらう、でその人の順番が来たらちゃんとスマホかなどで分かるようにこうしているということなんですね。ちなみにあれって 何で思いついたんですか。どっかのクリニックをやってた感じなんですか。あれはマクドナルドにそういう
QR の受付があってですね、はいはい、それをしたらあのオーダーが自動で飛んでいって持ってきてくれるっていうサービスがあったので、はい、なんかそれすごく応用できるんじゃないかなっていうので、なるほど、うちの妻がちょっと発案者なんです、はいはい、でちょっと勝手にパーク&チェックっていう名前をつけてはい、はい、駐車場に貼りました。なるほど。でちゃんとこう QR コードも駐車場のこう台数分こう用意されてて、しっかり工夫されてるなということなんですけれども、で私聞くところによると、それだけでなくていろんなところをクラウド化してるのがすごいなと思ってまして、まあ金棒もクラウドですけれども、まあ、予約、それから問診、それから電話の着信の管理と、それから電話の自動応答のところ、それから在宅もやられているので、在宅のまあいろんな方と連携するようなまあ SNS 的なもの、それから在宅の記録ソフト、まあ、全部クラウドでこう統一されているような形ですけれども、ちなみにこの中で割と役立ったなっていうものって何かあります？基本的には全てのソフトがうちにはまあなくてはならないではあるんですけど、はい、一番一般的にこう今後新しくこういうのをやってみたいなとか思われるのであれば、やっぱ電話が多いクリニックさんであれば、はい、着信がかかった時にですね、誰からかかったかがすぐ分かるので、はいはい、誰か分からずに取ってしまって、そこから誰々さんですかとか聞くと話が長くなるし、お名前と生年月日をお願いしますから、そこからカルテを開いてっていう、もうそこで自分の時間も取ってしまうとか、何回も何回も同じ人からかかってくるとかいった時に、はい、その着信でポップがポンと上がってくるシステムを入れとけば、あ、何々さんですねっていうのもすぐ分かるし、患者さんも分かってくれてるんだとか、まあ、先ほど何かかけてきてましたねって後で折り返してあげるとすごく喜ばれます。そうか、着信の、まあ、履歴が分かる画面を開きながらこう電話を取って、あ、川村さんこんにちはみたいな感じでこうできると、はいはい、でも地域柄やっぱり電話が多そうな印象はやっぱあるんですけど、その電話をいかに効率化するかってことがやっぱり院経において先生にとっても大事だったってことを。そうですね、本当に例えばワクチンの問い合わせとか、はいはい、同じことを予約のこととか金額のこととか同じことをずっと何度も何度も電話がかかってきて、1日1人それでスタッフを取られるっていうことがあったので、はい、で、まあ、自動応答のシステムを入れたりですね、まあ、とにかく電話の効率化っていうのを優先して進めました。ちょっと金棒の話に戻りますけれども、金棒を使ってすごくこう効率化するなみたいなクリニックが先生の中であれば、どんなクリニックだと思いますか？例えば新規でもう開業される先生ですね、はい、基本的にはクラウドの電子カルテ入れられる先生であれば、もう必ず入れた方がいいんじゃないかな。なるほど。入れない手はないです、ね、なるほど。そこまで言っていただけるほどなんですけれども、やっぱりもう全然先生にとっても診療効率が違うっていう感じですかね。違うし、やっぱり安心感ですね。あ、患者さんの声をこう聞き逃さないようにしないといけないっていうプレッシャーがあったりとか、はい、ずっといろいろ言われる方をどんだけこうパソコンに向き合って入れても絶対そんなにまとめることできないからですね、はい、それを金棒でもう録音さえしとけばどうにでもなるよっていうことになるからですね、はい、そこで非常にもう安心して診療できるしですね、逆にたまにこう録音のスイッチ入れてるはずが入ってない時がはい、あったり、はいはい、押し忘れちゃったとかいう時に逆に焦る、あ、なるほど、これ取れてなかったの、はいはい、で後で最後にちょっと簡単にまとめてじゃあ入れとこうみたいになるんですけど、はいはい、それが多分通常だったらそれが当たり前なんですけど、僕の中ではもう逆に金棒がないともうやっていけない。おお、なるほどなるほど。じゃあもうクラウドの電子カルテとのまあ相性もいいので、まあ、そこのまあ安心材料効率化っていうところでまあおすすめするという形なんですね。でも今聞くとまあほとんどのクリニックがそれに当てはまるなという感じもあるんですけれども、まあ、先生の中でもまあ割とどのクリニックでも行けそうだなっていう雰囲気もあるかなんですかね。ボタンを押すだけです、はい、押して名前入れて保存しとけば、はい、もう自動的に出来上がるっていうだけですし、はい、まあ、とにかくこう患者さんと向き合って対面でゆっくりお話ししたいなっていう先生方はですね、一番いいんじゃないか。患者さんの満足度が非常に上がる。なるほど。先生、最後に先生がこれからこう目指されているところのお話をこう聞きたいと思うんですけれども、まあ、最初にお話をいただいたように、まあ、その都心部ではないまあクリニックで、しかも老舗のというか先生が3代目というところでもやっぱり DX 化は必須だなと僕も今日改めて思ったんですけれども、今後どんな感じで DX 化していきたいなとか先生の中で構想ありますか？まあ、新しく、まあ、いろんなサービスっていうのが今後も出てくると思うので、はい、僕は割とそういうので実際どうなのっていう時期から結構使ってみてですね、はい、まあ、なぜかというと結構その時期安いんですよね、
そういった時に使っていろいろ制作する人たちと直接ですねやり取りする機会とかは結構そういう時期があるので、自分たちだったらこういうふうにした方がいいですよとかいうのもやっぱり意見が取り入れてもらいやすいっていう時期なので、そこで一緒にこう作り上げていくっていうことができれば、最終的に自分の望むものになるかなっていったところで、まず積極的に取り組んでいきたい、でそこでこう逆に利益化を進めてスタッフが逆に手が空くところがあるので、そういったところに人でしかできないサービスですね、コンシェルジュ的なサービスだとか、足腰悪い人があれば一緒に付き添ってあげるとか、診察の時間だけではない聞き取りとかですね、そういったところで効率化を図って、違うサービスに当てていきたいなと。なるほど、人と DX っていう、それぞれの良さを生かしながら、地域の方への医療を進めていくという感じなんですね。はい、ありがとうございます。今日はですね、福岡県にあります楠本内科院さんへお邪魔しました。院長先生、今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。まずはですね、使ってるツールのちょっと解説からしていこうと思うんですけれども、いわゆるマイクのところですね。で、カナボーのサイトにですね、推奨のマイクみたいなのがこう書いてあります。で、先生が使っていたのはですね、この医師というところと患者様っていうところのモバイルボイス WT01。これは先生が胸ポケットに入れてたものですね。で、ちょっとそのサイトに行きますと、先生のですね、口元の音声を拾うように1個用意していたというところで、もう一つはですね、患者さん用に指向性のマイク、こんな感じのこう丸いものでしたよね。で、指向性があるということは患者さんの方から来る音声だけをですね、拾えるようにしているようなものということで、この2つのマイクを上手に活用しているというところになります。加えまして、順番のところもちょっとおさらいしていこうと思うんですけれども、順番は患者さんが入る前にも録音を押しておくというところでした。確かにですね、患者さんいつ喋り出すかわからないので、こうガラガラっと開けて先生実はねみたいなところもあるかもしれませんので、そういった意味では、患者さんを呼ぶ瞬間ぐらいにですね、録音を押すという形にするのはいいのかなというふうに思いました。それから診察をして、その後ですね、最初に簡単な SOAP が出てきて、その後ですね、分析された SOAP が出てくるというところだったんですけれども、これですね、実は料金プランで結構変わっているような形になりまして、ちょっと料金の方を見ていこうと思います。こちらカナボーのですね、ウェブサイトをご覧いただいているんですけれども、まずですね、これ4つプランがあるうち右側の2つからちょっと解説していこうと思います。楠本先生がお使いいただいているのは、一番高いグレードといいましょうか、カナボーのプロというところで音声が録音できて、それから簡単な SOAP が、診察終わったらパッと出てくるものですね、それができて、でその後詳細な分析機能までついているというところ、これがですね、このカナボープロというところになります。で、2回出すのはですね、より精度を高くするために AI に分析をしてもらう時間が必要ということで、フルフルでつけると、一番右側のプランで、その隣はですね、詳細な分析まではいらないけれども、もう簡易な SOAP が出ればいいよというのが通常のカナボーというプランになりまして、簡易なこう SOAP のところがこう出てくるというところになります。これはですね、ある程度学習させると精度がですね、少しずつこう増していくというところで、このあたりはですね、どのように使うかで決めていただいてもいいのかなというところもあります。下にキャンペーンってこうずらっとこう並んでますよね。実はこれ永年キャンペーンっていうのもやってまして、それぞれのプランにですね、キャンペーンがついてますので、これ先着100名限定というところになりまして、キャンペーンのサイトもありまして、キャンペーンのサイト、こちらなんですけれども、これはですね、概要欄から行けるようにしておきますので、ぜひですね、お問い合わせ等をいただければというふうに思います。この4つあるうちの左側の2つについては、音声の録音と、それから誰がどういうこと喋ったのみたいな機能が使えるということで、スーパーライトとライトの違いというのは、月のですね、時間に制限があるかどうかというところになりますので、録音だけ使いたいやということであればですね、もうこちらでもいいんじゃないかなという感じがいたします。楠本先生もですね、音声の録音だけでも十分役に立つということもおっしゃってましたので、本当にこうどれを使うかは医療機関さん次第になるような印象がございます。で、ちなみにですね、先生とのデモ2回やったと思いまして、1回は精緻な
方の分析は皆さんにご覧いただいたんですけれども、まあ、2回目の方は撮影のデモの時には分析ができてなかったのでご覧いただかなかったんですけれども、実際どんな感じに分析できたかっていうのを先生にいただいたので、これをまたご覧いただこうと思うんですけれども、こんな感じです。どうでしょうか。結構詳細にまとまってるなという形でして、コンビニの弁当が多いのであればサラダをつけるなどの食事の改善とかですね、結構長い間喋ったんですけれども、それをですねしっかりこのぐらいまとめてもらえるという、さすが AI だなというところでした。まあ、もし加えるのであればここにこう加えるというところですけれども、まあ、あれはですね最新の方のというところなので、まあ、もしかしたらそういう方のこう長話をギュッとこうまとめるというのも結構ですね向いてるんじゃないかなという形で感じました。で最後にですねちょっと便利ポイントを一旦まとめたいなと思うんですけれども、まずですね何よりもいいのが会話が全録音されていて、それがですね聞き直さなくても、まあ、LINE 風といいますかチャット風といいますかあれにまとまってるので、この部分っていうのを押すとですねそこから音声を聞ける、場合によっては倍速で聞いたりもできるという形になりまして、まあ、例えばですねスタッフさんが患者さんから来たお問い合わせをですねそれを見ながら答えるっていうのもできたかと思います。それからですね先ほどもご覧いただいたんですけれども、長い会話が短くキュッとちゃんとまとまってるっていうのはこれは結構価値高いなというふうに思います。まあさすが AI の力といいますか、まあ、先生はですねこれをですね議事録風に使えるんじゃないかなとも言っておりましたし、これ私が思ったんですけれども、クラークさんとの併用もいいなというふうに思いました。まあクラークさんとの併用の場合は SOAP 詳細に出すのか簡易でいいのか出さなくてもいいのかみたいなところはですね力量などによるかなとは思うんですけれども、クラークさんのレベル感っていうのが均一でない場合、それから新しい新人の方が入ってきた場合というのを想定すると、まあ、こういうのを組み合わせてですね補助的に使うというやり方もあり得るなというふうに感じます。まあそれから何といってもスマホアプリがあるっていうところも結構大きいかなというふうに思います。やっぱり在宅の時手をある程度こうフリーにしたい場合ですね、スマホを録音ボタンピッとこう押してですね置いたまんま診療して終わったら録音解除すると、そうすると会話の内容が、まあ、文字化されていてですね、まあ、それを見ればどういうことをやったかっていうのがこうまとめられるというところで、まあ、楠本先生はですねドクターという立場でこういうふうに使えるというのをおっしゃってましたけれども、これドクター以外でもいろんな活用のシーンはあるかなというふうに感じます。で、まあ、金棒のサイトですね、まあ、下記の概要欄から行けるようにしておきますので、お問い合わせいただいたり導入の相談などいただいてもいいんじゃないかなというふうに思います。で、楠本内科院さんなんですけれども、実はあの後院内の見学も結構させていただいて、あの診察室にはないですねいろんな IT の工夫もあってですね、1人1台以上パソコンがあるとか、受付にもですねブースみたいな形でモニターがわーっとこう並んでる箇所があってですね、まあ、このクラウドというところをしっかりですね活かしてですね IT化をされているというところでした。まあ、ともすると郊外型もしくは都心型でないクリニックは、まあ、IT 化はうちはいいやみたいな感じで思われている方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、まあ、そこに妥協しないといいますか、やはりたくさんの患者さんに IT 化を持ってお気持ちよく来ていただいて気持ちよくお帰りいただく、まあ、こういうホスピタリティの一環としてこの IT の流れがあるなということをこう再認識しましたので、機会があればですねそちらの方もちょっと取材していきたいなと思うのとですね、楠本先生ですね見学も大歓迎ということでおっしゃっていただいたので、まあ、これを見てるですね医療機関さんも見に行きたいなということであればですね、ぜひ院さんの方に問い合わせていただいてご見学していただくといいのかなというふうに思います。まあ、このあたりの情報もですね引き続きこのチャンネルでタイムリーにこう配信をしておりますので、ぜひですねチャンネル登録としていただいて応援していただけると幸いです。それではまた次回。